自由と、ね、あの制限いいうのは関係ななんんです、うん、どんな自由を奪われても人間には、ねうん、最後ににつだけ自自由由残るんです自由になろうとする自由、うん、それは文学や芸術や音楽は全部自由になろうとする自由の産物なんですだからこれ次元が違うんですであの制限する規制することが必要だってどこに根拠があるんですか感情だけがあって感情の根拠がないみたいなもんじゃないですかお前は悪いこれ感情ですよね 掘るのは嫌いだ、ホラーは見たくないこれ感情ですよで感情に法が操られる時が一番怖い世の中が来るんですファナチックなものに竹中郎はかなりファナチックじゃないかっていう人もいますけれども私は受け身にファナチックになるんじゃない自分から人に攻撃を仕掛けることはあまりなかった今や神あの 喧嘩の竹中じゃなくて仏の竹中になってたとえ相手が自民党の代議士さんでも社会党と連立なさったらいかがですかぐらいの皮肉しか言わなくなりました。うん、だけどねこの領域この美とかね愛とかの領域だけはねフロイトも読んだことがなければね本当に例えば私はもうこの、ね、20日にね久しぶりに歌舞伎が見に行ける籠鶴瓶里の宵ざめがねもうそれでわくわくしています。 あれは花の吉原36人切りですよ。残虐この上ない話で差別この上ない話でもそこに酔う江戸の民衆の方が庶民の方が今柿沢さんがおっしゃったようなね柿沢さんが所属されてるような政府に支配されている、ね、それもそういう感情で支配されてる民衆よりよほど自由であったそしてその自由を制限する者の中における大敗を私は言ってるのであって それれ勘違いされておられるどなたもねこれはまあ反論がいくら終わりになって私これ以上申し上げません要するに政治というのはその程度の次元のものでそもそもがね社会主義リアリズムの論からして間違ってるんだけれども芸術が政治に奉仕しろなんておこがましい話ですよ、うん、政治こそが芸術に奉仕しね音楽に奉仕しそれから美術に奉仕し彼らに完全な自由を 自由になろうとする自由を与えるために政治ってななきゃいかん。何か取り違えてる。自分たちが何か偉い人になってバッジをつけたらだね、そういうふうに人の感情まで支配できると思ってる。うん、ここに現在の政治家、これは自民党だけじゃない、社会党も民主党も全部ひっくるめて私の政治不信があり、おそらく投票しないであろうところの何十パーセントというね、庶民の政治不信があるんだとそのことを自戒しないでね つまらないが書をねこんなとこに来てね並べ立てるようだったらばっちズしたらいい掛澤さんにも発言のチャンスをはいいやいやどうも最後の方はやや、あのー、個人的な抽象になったような気がしますけどね。絶対個人的な抽象ではないよそれすり替えるなあなたはいやいやそうじやすり替えてはいかんのだよ真面目に答えなさい私は美の話をしているあなたはそれじゃフロイトを読んだかオットワグナーを知ってるのかカゴツルベの話もありましたけどこの間私も見てきましたけどね その中にはあの残虐を残虐として、えー、表現してるだけじゃなくてそれを様式化しながら美の世界に昇華している部分があるわけです。 ね、そういうものまで規制をしろと言ってるわけじゃない、規制,規制と言ったら、今度はですね、何でもかんでも規制するがのごとくその、そういう拡大解釈をすること自体が、拡大解釈はなかなかないですしかか、まず、い<や>真面目に話してるんだから、まずニヤニヤそれはあのちょっと黒眼鏡をかけていただかない方がいいと思いますけども、それだったら。まあ、そういうあの次元で議論をしちゃうとね。 次元がニュースバトルがニュースバトルは朝生じゃないからねだから控えてるんだけどねあんまりふざけたことを言うと本当に喧嘩するぞやる気か喧嘩のだけの中に戻るぞはいやいやそれは結構ですよ結構やろうかいやあやめておきましょうふざけるなこぞうがはいですかそういう怒鳴り合う番組たいいよ怒鳴り合う番組俺がしたのだ